ここ最近暑いわね。そうですね。これだけ暑いとどこかで涼みたくなりますね。むす。え？バカンス。涼しい風が通り抜ける湖畔で水に戯れるロロナちゃんたち。楽しかったんだろうね、湖でのバカンス。ひょっとしてまだ根に持ってるとか。当然よ、全く知らなかったならともかく、行くつもりだったのに仕事で行けなかったんだから。じゃあ今度は私たちだけで行きましょうか。本当？本当に？エスティさんが良ければですけど。もちろんいいわよ。ならすぐにでも行きましょう。今すぐですか？行くのに結構時間かかりますよ。私は構わないけど、ロロナちゃんがダメだったかしら？ダメってわけじゃないけど、10日くらいかかるからな。どうしようかな。じゃあ行っちゃいましょうか。やった、そう来なくっちゃ。あ、でも受付の仕事は。任せて、ちょっと待っててね。お待たせ、さあ行きましょう。あの、仕事は。大丈夫大丈夫、その辺にいた後輩に押し付けてきたから、どうってことないし。あ、使う機会がなかった水着がやっと日の目を見たわ。一つ気になってるんですが、なんで私たちの水着があるんですか？しかもサイズぴったり。ああ、それね、師匠がいつの間にか作ってたんだよ。いつどうやってサイズ調べたんだろうね。本当恐ろしい人ですね、アストリッドさんって。水が冷たくて気持ちいいわ。嫌なことも全部忘れてしまいそうだわ。よくわからないですけど、よほど普段いろいろ溜まってるんですね。やっぱり休息って大事ね。ずっと仕事ばかりしてたらダメだってよくわかったわ。そういえば私たちもこんな風に息抜きしたのって久しぶりかも。私も海で遊んだことはあるけど、こんな綺麗な湖に来たことってそんなにないな。あの、せっかくなんだし私たちも楽しんじゃいましょうよ。せっかく遠くまで来たんだもんね、目いっぱい遊ばないともったいないよね。そうそう、みんなもっと弾けないと。なかなかこうして来ることなんてできないんだから。日も傾いてきたし帰りましょう。そうね、今日は本当に楽しかったわ。ありがとう。満足できたなら私も嬉しいです。